江ノ小島でこぼこラジオ。はい、始まりました。ちょびひげさんのアートな散歩。お送りする DJ は私ちょびひげとアシスタントの猫マネです。はい、この番組は江ノ小と地域コミュニティとの共同事業、ミニ FM 江ノ小島デコボコラジオの企画で、美術館およびその周辺の食を紹介する番組です、はい、周波数は 89.2MHz、毎月一度公開放送を行っていますので皆様もぜひ遊びに来てください、はい、ということでですね、この番組ですね、はい、ほとんど事前収録をして、はい、でまあ、編集をした後に放送しているんですけどもね、はい、ですから今収録中ということ で、はい、で今日時点実は最新情報で、はい、某美術手帳さん、はい、某美術手帳さんが、はい、7月17日現在で、まあ、回答がなかったものであるとか、はい、ウェブサイト公開不可のものであるとか、はい、入場者数を公開していないものは含まない、はい、でジャンルは美術あるいはそれに準ずるものに限るとの条件で、はい、2017年今年のね、はいはい、上半期美術展展覧会、はい、入場者数のトップ10を発表したんですよ。おはい、はい、でいやだからね、どういう条件でっていうのを言っとかんと違ったらちょっと困るなっていうのがあったもんですから、で、この上半期で1位の座に輝いたのは何でしょう。そうなんですよ。そうなんですか。あ、ね、国立新美術館で開催されたミシャ展で当たった、はい、そう65万7350人で、これ昨年ね、同じく国立新美術館で開催された、はい、オルセー美術館、オランジェリー美術館所蔵ルノワール展、はい、これが、66万7897人で、ほぼ1万人違い、そうで、これがね、年間首位だったんですよ。へー。で、ミュシャもこれに匹敵する数字を記録しちゃった、うん、あー、すごい、うん、でね、その、うん、これ私その国立新美術館のツイッターフォローしてるんですけど、毎日その入場券購入待ち何分とかね、はい、入場待ち、ま、そうそうツイート流れてきて、で、ね、でもね、その時には実は個人的にはにわかに信じがたいと思ったんですよね。え、ミュシャがみたいな。そうですか。うん、いやっていうのは今回の国立新美術館のってメインはいわゆるミュシャ人気のポスターではなくて油絵じゃないですか、はい、でスラブジョジシ、うん、そうそうそう、はい、でそれが何分待ちって弱中かよとかって人がいあ突っ込ん、確かにね、うん、油絵よりもやっぱポスターのイメージ強い。いや、ミュシャといえばやっぱりポスターなんですよ。で、まあ、ちなみになんですけどね、2位が国立、同じく国立新美術館の草間弥生展、うん、我が家の魂っていう。すごいですね。すごいですね。ちなみにあそこは所蔵品は持ってないんですか。確かね、うん、そうなんですよ。で、その3位が、東京都美術館のブリューゲル・バベルの塔、これ今大阪の国立国際にね巡回で来てますけども、それが3位なんですね。10位まで実は関西の美術館入ってない。あ、そうなんですか。はい、入ってないんですよ。金沢21世紀美術館であるとか愛知県美術館であるとかは入ってるんですけども、関西の美術館は入ってないんですね。へー、いや逆に狙い目なんじゃないですか。ゆっくり見れるじゃないですか。そう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 、猫マネさん何時間も並べない、並べない、倒れる、そうです、倒れる、そうなんですよ、うん、でね、ちょっと前振りが長かったですけども、この凄まじい動員力のあるミュシャで、関西にミュシャ専門のミュシャのコレクションとしては世界有数の美術館があるってことを、うん、知らない方が多いんじゃないかなと思います、うんうん、ということで、はい、行ってきました。行ってきました。はい、堺、そう、堺アルフォンシュミュシャ館、はい、JR 堺市駅直結、はい、暑い夏にはですね、なんとも嬉しい立地条件の美術館です、はい、で、この美術館っていうのはミュシャの初期から
晩年期にわたる作品を展示しておりまして、生涯にわたる創作活動を紹介しておる美術館です、はい。まあ、それが堺アルフォンス・ミシャ美術館。ちょっとね、これフルで言うとですね噛んでしまうんで途中ねそのミシャ館っていう形で省略させていただきますけども、はい、で実はね昨年から、改装リニューアルしていたんですけども、リニューアルオープン第1弾ということで、現在、7月1日から11月5日の会期で、企画展、憧れアルフォンス・ミシャに魅せられた人々を開催しています、はい。で今回は、担当学芸員の西川夏美さんにお話をお伺いしました、はい。西川さんありがとうございました。はい、でですね、ちょっといきなり余談になっちゃうんですけど、余談から入ったような感じはあるんですけどねこの、ミュシャ館を取り上げるというのは東京のミュシャ展が始まる前にもうレッコマネさんとは予定してたんですよ ね。で今回取り上げさせていただいたのがこの上半期1位という情報が入ってきたタイミングだったんで、いやなんていいタイミングなんだろうというふうに思いました。そう、うん、東京だったら何時間も待たなきゃいけないけれども、そうここならそう、スムーズにゆっくり見れるんですね。見えますよ、はい、うん、すごくいい雰囲気の美術館ですか。そうですね、うん。で話は戻りますけども、今回の企画、憧れアルフォンス・ミシャに魅せられた人々、構成としては、ミシャの画業の中で関わりのあった人々、出来事などを憧れという言葉に、集約して展開しています。第1部が、サラ・ベルナールに焦点を当てた時代のミューズ、第2部が、ミシャとその時代ということで、当時ミシャと共に街を彩ったポスター、も、同時に展示することで、ミシャの 作家像を引き出してみたりとかですね、それとかミシャの画風が19世紀末一つの流行になるんですけども、その流行となった画風は何なのかということを初期の作品から、定番といわれる装飾パネルまでを展示して、それを探っていくという構成になっています。で第3部がミュシャと日本人ということで、目を転じてですね、日本に目を向けて、日本に受容されたアルフォンス・ミュシャをテーマに構成されています。19世紀末、ヨーロッパでミュシャスタイルは大流行したわけなんですけども、実はね、日本でも明治大正期に、アール・ヌーボーは少なからず、しかも幅広く影響を与えたということを見てもらう構成、になっています。でね、面白いのが、ロダンとミュシャと与謝野晶子との関係ですね。ちょっとねこの辺を解説すると面白いんですけどね、時間がなくなってしまうので、これはね展示を見てのお楽しみということで西は言っちゃおうかなみたいな、でね、最後に、堺市にミュシャコレクションを寄贈された、土井公夫さんの功績、はいも紹介しています、はい。土井公夫さんといえば日本におけるミシャの紹介者としても有名で、1989年、チェコ文化交流最高勲章が授与されています。このような、構成なんですけども、私個人的にねここ、ミシャ館は毎企画、見に行ってます。はい、はい、もうね毎年もう かなり長く行ってるんですけども、ミュシャ館に行ったらやっぱりねこれは見たいって作品があるんですよ。やっぱ有名であったりとかですね、お気に入りの作品とかで、今回はそれがねだから本当に個人的なんですけども、多く出ていて、この番組、YouTube と Instagram に画像をアップさせていただくんですけども、画像の選択に頭悩ましました。それだけにね本当おすすめの企画展なんで、ぜひ、見ていただきたいなと思うんですけども、はい、はい、で、今回ちょっと入って順に作品を紹介していこうかなと、思います。インスタグラム、それから YouTube に、提供していただいた作品を中心にね、お話していこうと思うんですけども、まず入って最初の作品、でこれがね私大好きな作品なんですけども、いやこれはね本当に伝説の女優サラ・ベルナールの主演ポスター、ジスモンダですね。
でこのポスターでミュシャとサラ・ベルナールが本当に伝説になったというような記念碑的作品で、これもあの東京の、今回のミュシャ展にあの、提供したっていうふうにおっしゃってましたよね。やっぱりねこれは有名ですし、ミュシャといえばっていうふうな、作品であることには間違いないですね。きっかけにミュシャが有名になる。そうですね。画業も本当にスタートをしてスタートですね。そうですね、もういきなりスターになってしまってですね。で、まあ、このポスターですね、あの、構成も素晴らしくて、まあ、縦に長いんですけども、あの見る人の視線を流れるように誘導している。で、まあ、ここも見どころなんですけども、あの僕はそのポスターってやっぱり見た人がこの商品に対する購買意欲をどれだけかきたてるかとか、どれだけ印象に残るかっていうところが勝負だと思うんですよ、やっぱポスターっていうのは。で、やっぱこのポスターを見た人はサラを見たいって思うだろうなってやっぱ感じるんですよね。まあ、そのぐらい力があるし、あのサラが魅力的に描かれてるっていうんで、本当にポスターとしても、いいポスターだなと思いますし、まあ、あと私はこのサラの表情が大好きなんですけども、まあ、その話をしたところ、西川さんが、この時サラは50歳を超えて言ってですね、とかって、でもね、あのいいとこです、でだからあの時代の50歳を超えてた方ですから、でもこんなにね魅力的に描いてもらったわけですから、多分ねサラはあのこのポスター見た時に、あミュシャは分かってらっしゃるってね、多分ねつぶやいたと思うんですよ。いやいや本当ね、多分ねその当時ツイッターがあったらサラがミュシャ分かってらっしゃるってね、あの多分ツイートしてます。あのねもう分かりますね。それでも、あのこれを見て、ミュシャと専属契約を交わしたわけですよね、サラは。そうですね、あなたは私のためだけに仕事をしなさいって言ったと。そうそうそう、そうなんです。どんだけ気に入ったんやってことですよね。もうそれだけあの本当に魅力的なポスターで、あの街中に貼ってあったポスターがあのすぐにあの盗まれてなくなったという逸話も残ってるぐらいのポスターですね。で、まあ、ちょっとどんどん次いっちゃいますけども、はい、次に紹介するのが、これ猫マネさんお気に入りの、はい、蛇とブレスレットと指輪、はい、ですね、宝飾になるんですけども、これすごいんですよね。このミュシャ館、3階と4階が展示室になっていて、で今入ってっていうのは4階の話をしてるんですけども、3階にそのミュシャの有名なポスターのレプリカが展示されてまして、でその中の一つにメディアっていうポスターがあるんですね。でこれはそのサラ主演の、ギリシャ悲劇で、まあ、メディアっていうのはそのギリシャ神話では太陽神ヘリオスの孫らしいんですけどね、ミシャはこのメディアの、激しくて崇高な性格を腕に巻いた蛇で表現したと言われてます。で、このポスターに描いた蛇を気に入ったサラがミシャに蛇のブレスレットの作成を依頼し、ミシャが改めてデザインし直してですね、ジョルジュ・フーケ、当時有名なジュエリー作家、が、制作したものなんですけども、このブレスレットはミュシャスタイル宝飾の最高傑作って言われてます。ミュシャ、フーケ、サラという19世紀末最高の芸術家3人が一つの作品に結実しているということで、まあ、これは奇跡ということで世界の宝とも言われてるんですよね。でもそんな話知らなくても見て素晴らしさはね、わかりますよね。もう全く古びた感じがしないです。もう今でも素晴らしいデザイン、すごいですよね。指輪とブレスレットがつながっていて、まあ、ブレスレットの蛇が腕の、そうですよね、かっこいいんですよね。かっこいいですね。かっこいいですね。で、まあ、ここまでが、まあ、第一部時代のミューズからの、紹介作品にはなるんですけども、次に第2部、ミシャとその時代からの紹介なんですけども、まず2部に入ってですね、いきなりあるクオ・バディス、これもね猫マネさん推しの作品なんですよね。油絵です。油絵なんですよね、はい。
私は何が気に入ったかというと、ここに描かれたあの女の子の表情ですね、はい、あのまあ、奴隷なんですけれども、うん、あのご主人に恋をしてしまう、うん、でもその思いを告げられないで、うん、ご主人の銅像に向かって愛を囁いているところの絵なんですね、うん、そのとっても切なげにこう身をよじりながら、そうですよね、でも表情は喜びにあふれて、うん、あの愛を囁いているんですけれども、うん、それをこう銅像ね、本人であるご主人が後ろから見てしまうっていう、うん、あの戯曲の一場面なんですけれども、うん、そうですよね、もう非常にそのドラマティックに瞬間を描いて魅力的に描いているところがね、あの、まあ、あの女性の表情は、うん、本当にミシャの、ね、そうですね、うん、画力ですね。でこれってその私は気がつかなかったんですけど、これ猫丸さんおっしゃってたんですけど、主役ではない2人を描いてるっていうふうにおっしゃってましたよね。この戯曲の主役は別にいるんです、うん、あの脇役 の, あのストーリー、うん、一場面なんですけれども、うん、それを、2年かな、歳月かけて書き上げた、うん、忙しい中、うん、時間を作って書き上げたっていうところに、うん、あの非常にミシャのこだわりを感じましたね、うん、そのやっぱり、劇場のポスターを作られたり、うん、また劇場 の, その舞台美術とか、うん、そうですね、そういうようなものを手掛けてらして、 やはりそのストーリーを読んで解きほぐす力っていうのもミシャにあったんじゃないかなと思って、ね、なるほどね、そうですね、うん、そんなミシャだからこそ拾い上げたこの一場面の絵なんじゃないかなと思って、うん、すごく面白いなと思いました。いや、でその話を聞いてみると、あの聞いた後にあの見るとね、あのより魅力的に見えましたね、あの絵がね。でその西川さんに、まあ、あのその話をさせていただいた時に、ミシャ館に来られる方が驚くのが、やっぱり油絵を見て驚かれるっておっしゃってましたね。でそのこの作品は特にそのポスターと油絵の融合のような構図で、他に見たことのないような絵っていうふうにおっしゃってて、グラフィックの手法で周辺を作られたような、うん、あの非常に不思議な絵ですよね。不思議な絵ですよね、うん、で煙もあのミシャのポスターに中に出てくるような煙の書き方をしていたとかですね、あの本当にとても面白い作品ですよね。あの、猫真似さんと西川さんのお話をお伺いしてみるとですね、本当にこれはいい作品だなとかって多分ね、僕一人で見て選んでたらね、この作品選んでないんですよね。ああ、そうなんですね、うんうん、私はちょっとすごい魅力的だなと。でも周りのね、グラフィックの縁取りであったりとか、うん、そういうデザインとその油絵の融合みたいなところの面白さっていうのは、私も西川さんにやっぱ教えていただいて初めて気がつきました。なかなか人間、あれですね、あの聞いて初めて気がつく。いや、そうそうそう。見てるつもりなのに。そうそう。うん、いや、だって僕、あの、銅像に対して話しかけてるっていうのも言われて気がついたんですもん。うんうんうん、見たらほんまや、上半身しかないと思って。いや、それすらも気がつかなかったんで、どこ見てるんだって話なんですけど後ろから、ま、同じ人を覗いてます。あ、そうで、ね、その後ろから覗いてる人とあの、女性の表情の方に目が行ってて、それ以外のところってあの見てるようで見てなかったっていうのがよく分かりましたね。そうですね、うん、まあちょっとこの話を参考に、うん、してあの見ていただけたらなと、ね、そうですね、思いますね、はい。で、次にですね、はい、あの第3部ミシャと日本人、ここからはですね、まあ、今回の、企画展の顔っていうかね、チラシに使われている、サロンデサン、ミシャ、作品展のポスターで、西川さんはこのチラシの、表紙っていうか、には絶対これで行こうと思われた作品らしいんですよね。あの私も大好きな作品の一つなんですけども、でなぜこれに行こう、これで行こうと思われたかというと、実は今回国立新美術館には貸し出しされなかった作品っていうおっしゃってて、こんあの要するにこんな素晴らしい作品まだあるんだよっていうのをあの、まあ、これあの東京のミュシャ展にもこ の, あのチラシをあの、ね、置いてきてるんで、もうこんなのもあるんかということですね。
やっぱりそこを狙った、ね、あの作品なんでしょうけども、でもね本当この作品僕大好きで、やっぱりこれも、この表情ですね、表情ですね、うん、いい表情してるんですよね。でそのこの作品っていうのは与謝野晶子のファンだったらご存知の構図ですね、はい、あの明治33年に刊行された月刊文芸誌明星にこの絵が使われています、で、まあ、この私ねこの表情が、女性、好きって、まあ、その先ほどのね実問の時も表情が好きって、で、まあ、女性の表情顔しか見てないんじゃないかって突っ込まれそうですけども、でもですね実は次に紹介するのが西川さんがこの展示の中で一番好きだったおっしゃってたサラ・ベルナールですね。でこれこの作品西川さんなぜ好きなんですかっていうふうにお聞きしたら、その理由の一つにやっぱり表情をおっしゃってて、やっぱりそのミュシャって描く女性の表情がすごい魅力的なんですよね、うん、ですねなんて話を、してたんですけど、まあ、このさ、サラ・ベルナールも明星にね、同じく使われて、まあ、明星にどういうふうに使われたかっていうのは合わせて展示してますんで、そこも注目して見ていただきたいなというふうに思います。で最後に紹介するのはブロンズ、はい、これも猫まねさん推しの、ラ・ナチュールですね。ミュシャがブロンズって思われるかもしれませんが、そうなんですよね。普段と交流があったという。そうそうそう、これ他の人が作ったのではなく、うん、ミュシャなんですよね。ミュシャが作ったんですよ。ミュシャ監修ではなく、うん、ミュシャが作ったんですよね。でね、僕ねこの作品を初めて見た時に本当にミュシャごめんなさいって思いました。謝りました、うん、いやアール・ヌーボーの彫刻とか宝飾とか、個人的には見てるとねすごいお腹いっぱいになっちゃうんですよ。だから、装飾が多すぎてとかですね、特に宝飾であるとか彫刻っていうのもですね、こんな彫刻ここまでやらなくてはいいんじゃないか、もうちょっとシンプルでもいいんじゃないかと思ってしまうんですけど、この彫刻はいわゆるアール・ヌーボーど真ん中なんですけども、装飾性を抑えてますし、造形的にもすごい美しいんですよね。で、すごい存在感もあって、この時期のアール・ヌーボーの彫刻の中でやっぱり彫刻としても最も好きな作品です。まあ、どんだけこの時期の彫刻を見たんだって話にもなるんですけども、彫刻であるとか、要するにガラスのね器であるとか、まあ、インターネットとかで、検索していただくとたくさん出てくるので、ね、分かると思うんですけども、やはりねそういうのを見てもやっぱこれが僕はこの時期の彫刻で最も好きな作品です。いや本当ミュシャって多彩っていうかね、すごくポスターの表現と共通してる部分がありますよね、うん、そういう意味では余分なものを余分な装飾を省いて、で髪の流れなんかもとてもポスターに描かれてる髪の、そうなんですよね、あれを彫刻で表現できるかって感じでね。そうですね、で表情は繊細な表情をして、いや多分これ言わなくてもこれミシャの絵にどことなく似てるっていうふうに感じるような、うん、そんな絵に彫刻ですよね。そうですよね。いやすごい、もっと彫刻の作品をもっと作ってるんかな、でも本当たくさん作ってほしかったなとかって思えるような、そうです、こんな素晴らしい作品を作るんだったらもっと作ってよみたいなね、思ってしまうような作品ですね。そうですね、すごいこの深さを感じましたね。感じましたね。でそのまあ最後まとめみたいにはなっちゃうんですけども、西川さんから見た美写館の特徴、まあ、この特徴は何ですかっていうことをお伺いしたところ、美写の作品数それから内容とも世界有数の美術館であることが何よりも魅力であり特徴ですと、美写の作品を初期から晩年まで体系立てて所蔵している館は日本でここだけで、その作品をね提供してくれた、ほぼほとんど作品を提供していただいた土井紀美雄さんが個人コレクターでありながら、体系立てて収集されていたことの功績もねいっぱい称えてましたよね。で、ね、ただねやっぱりポスターは屋外の広告媒体として利用されたものなので、
保存状態が良いっていうのは本当まれですし、うん、あの紙は油絵よりも温度や湿度、それから照度にも敏感なので保存には大変苦労されているとおっしゃってましたね。ですからその人気の作品を何度も展示することが難しいので、ポスターと同じね、あのお礼とか傷とかも忠実に再現したレプリカを3階に展示していただいていると、まあ本当ありがたいなと思いますね。あの代表作品が、まあ、ポスターと、まあ、同じものが、展示されているということ、そういうのでは、期待してきて、来ていただいてもいいのかなというふうに思います。そうですね。で、あのこちらの美写館の学芸員というのは2人しかいなくて、でそのお二人で美写の作品を見せる企画を考えているんですけども、3回っておっしゃってましたかね。そうですね。で、そのやっぱり美写しかないところでテーマを決めてね、いろんな作品を借りてくる。ということはできないわけですから、まあ、本当に大変だと思うんですけども、まあ、そんな中で、西川さんはこれね、先ほど、猫マネさんもおっしゃってますけども、ミュシャを知れば知るほどね、ミュシャの姿は計り知れないっていうふうにおっしゃってまして、ちょっとねこの逸話というかこの話が面白いに紹介したいんですけども、例えば今回その国立新美術館で展示されたスラブ叙事詩、最大のものはその縦で6メートル横が8メートルの大作も助手を雇わず一人制作して、でしかも、50歳を超えてからね、制作を始めてるっていうことは体力的にも当然ピークを過ぎていて、ですよね。でそういう状況で描き上げるっていうのは本当に計り知れない凄さっていうのを感じますね。ですから、そういうことが企画をやるたびに見えてくるということで、あれもやりたい、これもやりたいっていうのも出てくるんですよっていうふうにおっしゃってました。はい。で、まあそういうことでですね、まあ皆さんね、それぞれ美写像っていうのがあると思いますけども、それを持ってですね、見に行っていただくと、新たな驚きとかですね、気づきっていうのがあると思いますので、ぜひね、美写館行っていただけたらなと思います。まあ、ということでですね、7月1日から11月5日までの会期で、企画展「憧れアルフォンス・ミュシャに魅せられた人々」を開催しております堺アルフォンシュス・ミュシャ館、皆さんもぜひ足をお運びください。今回取材にご協力いただいた西川さん、どうもありがとうございました。はい。さて次は猫マネさんの食レポです。はい。はい。今回はどちらの方に行かれたんでしょうか。はい、お蕎麦屋さんに行ってまいりました。お蕎麦好きです。蕎麦、はい、好きですね。はい。ですね、JR 阪和線で百舌駅まで行っていただきまして、はい、徒歩30秒の場所にあります。そうですね。ユニピアビルの1階にございます。はい、ホームからですね、上りが見えたりします。はい。はい、ご主人の高部康弘さんに、はい、本日はお話を伺ってまいりました。はい、お店の名前は何とおっしゃるんでしょうか。八幡そばと言います。はい、失礼しました。はい、八幡そばの、はい、ご主人高部康弘様にお話を伺ってまいりました。はい。はい、実はですね、はい、普段は取材で聞いたお話を余すところなくお伝えしようと、する私たちなんですけれども、はい、ご主人大変控えめな方でいらっしゃいまして、はい、いやもうそのこだわり食べるときに言ってくださいよ、食べる前に教えてくださいよっていうぐらいですね、実はすごくこだわりを持っていらっしゃるんですけれども、ね、まあこのお店を気に入って選ばせていただいたちょびひげさんと猫まねさんの主観をですね、うん、今回はふんだんに交えてお話をさせていただきたいと思います。はい、まずですね、こちらなぜこんなところに本格的な蕎麦屋があるんだっていう驚きがありまして、すいません、モズにお住まいの方、ユニピアビルの皆さんごめんなさい、そういう意味ではなくてですね、まあ、こちら場所柄は、まあ、モズ古墳群の、まあ、近くに特定の最寄り駅ということで、はい、まあ、とても、まあ、住宅街ですし、はい、中小病地域ではないんですよね。なのでその町の文脈からですね、ちょっと少しずれているっていうところでとっても意外性を感じまして、でいやこんなところでこんな本格的なお蕎麦が食べれるんだったらっていうことで、何度か足を運ばせていただいておりました。で、
で今回あのこの地域の美術館をご紹介するのであればこのお店っていうことで、まあ、ほぼ迷わずそうですね、迷わず迷わず選びました、うん、はい。で何がどう本格的なんだっていうのを、うん、まあ、あのザルそばで、うん、こだわりのザルそばでご紹介させていただきたいと思うんですけれども、ザルそばを注文すると2種類出てきます、はいはい、白いザルと黒いザル、はい、半盛りずつ出てきます、そうですね、はい、時間差で出てくるんですよね、時間差で出てきます、うん、あ、なんでだろうって思ってたんですけれども、こちらですね、あのお店で製粉して、その粉を売ってご主人がそばを作られてるんですけど、このそば、の身が違うんですね、うん、一つはその仕入れるとき殻ごとのものを仕入れて、まあ、ご主人が殻を取って、まあ、やや殻が残る状態で、製品してすることでそば、ね、の風味がすごく残る、そばの風味がよくですね、まあ、その滑らかさはやや弱くなるんですけれども、そばの雑味が楽しめるのが一種類、そうですね、もう一種類は殻を取ったものを仕入れて、それを製粉するんですね、それによってツルツルもっちりした食感が楽しめる、はい、2種類の食感が楽しめるんですよ、そうなんですよね、食べる前に言ってくださいみたいな、いや、ちゅうかね、2種類ってそれ多分ね、他のところだったらそれ売りにしますよね、そうです、うん、一言もないですよ、そう、一言もないですよ、一言もないし、どこにも書いてなかったと思うんですけれども、本当にですね、お一人で厨房を回されていて忙しいのに、うん、忙しいのにこの嬉しい2種類がデフォルトで出てきます、でだからその時間さえ出てくるっていうことは、うん、あのよりあの茹でたて、そうですね、うん、茹でたてを、うん、をだあの食べれるっていうことにもなってですね、うん、で、あの一杯の量をあの一つに乗せるとですね、やっぱり、固まってしまったりとかっていうのがあるじゃないですか、やっぱり二つに分けてもらうことによってあの全部スムーズに食べれるんですよね、そうですね、うん、見た目もとても素敵なザルによって す,、ね、うん、すごい得したい気分になりますよね、はい、うん、でもこれ言ってもらわないとね食べる前に言ってくださいって、ご主人はあのお蕎麦を打たれる前日に製粉機で製粉をして、うん、本当は石臼使いたいとおっしゃってましたね、そうですね、熱が伝わるんでね、朝に、お昼の分を打って、で夜に足りないようであればその夜営業のまでの間に、夜の分を打つと、そうですね、休み時間がないから大変なんですよなんておっしゃってましたけれども、ね、はい、ご主人は8年前に、こちらに開業されたそうです、はい、それまでは洋酒のバーをされてたそうなんですけれども、はい、まあ、家の近くであの開業されたということで、うん、まあ、ダメならやめようと、うん、まあ、売れたら広いところに行こうと思われていたんですけれども、うん、8年経ってもまだここでやってますなんて笑ってらっしゃいましたけれども、まあ、一つにはやっぱり関西はやっぱりそば文化じゃないんですね、ないんですね、あんだけ本格的なのにもったいないなって感じしますね、ちょびひげさんに言われて初めて、ああそうかって気がついたんですけれども、あのつけつゆ、ね、おそばつゆもあの濃いだしを時間をかけて取ってらっしゃるそうなんですけれども、あの東京の人なんかはね半分つけて、うん、そうそばにつゆを半分つけて食べられるんですけれども、関西の人って結構全部つけちゃう、うん、そうなんですよね、なのでその食べ方に合わせて全部つけたとしても食べられる濃さに調整してるっていうふうにおっしゃってました、そのこだわり、はい、食べる前に言ってください、いやでもねあの僕は東京的な食べ方はおそばするんですけども、うん、 そうですね、それでもあのしっかりあのやっぱりだしの味が濃いので、うんうん、しっかりそれでも食べてももちろん美味しいんですよね、うん、であのそばつゆを最後入れて飲む時も、あのかんなんだろうこれそば湯、うん、そば湯ね、そば湯を入れた時にこれ濃いんじゃないかなとかって思って入れたんですけど、もうバッチリなんですよね、うん、味の濃さっていうか出汁の味が、もう本当に計算されてされ尽くしてるなっていう、感じがします、そうですね、うん、随所にこだわりが見られるんですけれども、お酒も少し置いてらっしゃいました、はい、日本酒ですね、はい、そうです、行ったら私必ず飲むんですけど今回ね取材の時はねやっぱ取材があるんで飲むのを我慢したんですけど、足見してそばに合うものを仕入れてらっしゃるそうで、まあ、生酒をね、冷蔵庫にたくさん入れてらっしゃいまして、ね、まあ、冷蔵庫を覗き込んで、ちょびひげさんは、あ、あれがあるって、そうそうそうおっしゃってましたけれども、そう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 、そうなんですよ、とってもね、その辺のこだわりもあるということで、で、
なんでここまでっていうふうにお伺いをしたら、いやもう趣味だからここまでこだわれるんですよ、うん、っておっしゃってたご主人がちょっとかっこよかったですね、うん、そうですね、商売のことを考えたらここまでしないと、うん、趣味だからこだわれるんだと、うんうん、なるほどと思いましたね、うん、ちょっとねあのご主人の美学をここに感じました。そうですね、はい、で私たちは、ランチ時間に一旦お伺いをして、うん、食事をさせていただいたんですけれども、うん、あの天丼とセットでいただきました、うん、はい、でご主人はですね、やざるそばを売りたいんやけど天丼が出るんやってぼやいたかったんですけど、美味しいんだからしょうがないですよね。そうそうそう、天丼美味しいんですよね、美味しいもんみたいな、うん、でご主人はあの揚げたて出してるだけだよっておっしゃってましたけれども、いやあのエビとねお野菜数種類、うん、そうですね、盛り付けはインスタ映えはしないかもしれないんですが、でもあのつゆは、うん、まあ、そばつゆの2番だしを使われて、うん、濃く甘く大変美味しいものですし、うん、そうですね、であの本当にねそばを湯がきながら天ぷらを揚げてって言ってもう一人タイムトライアルをされてるような感じなんですけど、そうそう、本当に絶妙なタイミングで出してくださいます。あのカラッとサクッと美味しい天ぷらが乗った天丼と、ね、はい、あのぜひセットでですね、ご主人に怒られるかもしれないけれども、ね、ぜひ天丼と、うん、あのおそばのセットで食べていただきたいですね。食べていただきたいですね、はいはい、こちらのお店はですね、あの八幡そばで売って、はい、いただければと思います、はいはい、今回、取材にご協力いただきました高部様、本当にありがとうございました。またお邪魔します。はい、行きます、はいはい、次行った時は私日本酒を飲みながらいただきます、はいはい、この番組はえのこと地域コミュニティとの共同事業ミニ FM えのこじのデコボコラジオの企画で、美術館およびその周辺の食を紹介する番組です。周波数は 89.2MHz、 毎月一度公開放送を行っていますので皆様もぜひ遊びに来てください、お送りした DJ は私ちょびひげとアシスタントの猫まねでした。はい、次回もお楽しみに。さようなら。ありがとうございました。